はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット対戦 V、それでは続きをやっていきましょう。第4話ですね、いきたいと思います。
第4話、木星戦線異常あり。2体出れますね。このまま行きましょう。勝利条件は敵の全滅、敗北はヤマトとバングレーの撃墜と、サルポイントが4単位内に敵を15機。別に戦艦は移動できるね。やはり戦艦を中心にフォーメーションを組んでいった方がいいけど、機動力的にはどうだ。ガンダム系がちょっと少ないか。雨から向かってきてくれればいいけど、まあ向かっては来るか。最初に出てきてた人たちってガミラス人かな。でなんだっけ、テロン人って呼ばれてたのがいわゆる地球人のこと。攻撃できんのこれ。すっげえな。あ、間違えた、回収じゃないよ。ヒット&アウェイは持ってないよね。これヒット&アウェイ持ってたら強いな、戦艦。まあしょうがない。これって見れるんだっけ？説明。指揮官の効果がプラス 10%。お、すごいね、艦隊指揮。最大の効果が発揮されるようになる。あ、これいいね、すごいね。なるほど、なるほど。そういうことか。じゃあどこにいてもいいってことじゃん。わざわざひっついてる必要はなかったんだ。艦首、魚雷、一応全部 A だね。撃とう。使いやすいね、宇宙戦艦ヤマト。我々が健在であることを見せてやれ。艦首魚雷発射艦開けた。強っ。やっぱり戦艦めちゃ強えな。何よりもやっぱりかっこいいよね、音楽が。いい腕をしている。狙いはついた。
俺たちを舐めるなよガミラス。どんどん進んでいきましょう。ブーストナックル、グルーンガストも意外に回避率高いし、いい腕が飛んでったからね。当たった。あらら、避けた方に来ちゃったか。ああ、やっぱちょっと移動力少ないね。ユニット能力、移動力5か。基本的に6は欲しいよね。なるべくしていきたいんだけどな。ちょっくらなんか火力になんかあるな。こいつは倒すと3発かかったからな。バリア的なものが発動したね。何を持ってんだかさっぱりわからん。そろそろなんか集中的なものをかけてもいい気がするけど、12機ってどこまで倒せばいいんだ。いった、普通にバリアって書いてあるし。そうだな。プロペラントタンクとかね、使えないからね。さて、そうすると今何ターン目？ 3 ターン目のはずだよね。3ターン目。集中を1回かけるか。で、弾数を消費するやつにしよう。で、倒すと。で、ヤマトを前線に出すっていうのもいいかもしんないよね。分析必中、必中は多分かけるまでもないと思うんだけど、コスモファルコン隊出てもらおう。待っている人たちのためにもここを突破する。コスモファルコン発艦。出番だぜお前ら。各位、命ではなく敵を落とせ。3400はちょっと厳しいな。見えているんだよ。
か死体が。ケイト落語剣いけるな。ケイト落語剣突撃。で、こいつはリップスラッシャーが人間なのか。このままスクリューウェップでこいつを倒せるかな。生き残った人たちのためにも。ギリギリだな。で1900だから集中かけよう。でここに置いてロッシュセイバーと。できれば倒していきたいからな。こっちも命がけなんでな。5500無理だね。ベスバじゃないと届かないか。援護攻撃が入ってる。ディープスラッシャーって弾数だったっけ。めっちゃ接近してくんなあいつ。なんかミヒットカウンター持ってんね。月光ってエネルギー使うやつだっけ。いまいちまだこいつの武装がわからん。戦艦も狙っていくか。ただ今は数を落とすこと。戦況報告。総撃墜数11。あと1機じゃん。とりあえずここら辺の戦闘機落とすか。ブーストナックル。イベント起きる？起きない？あれ？15機か。12、13、14、15。小型機を全部倒していけば全然なんとかなるわ。まだあんまり離れたくないかな。ちょっともったいないけどベスバー使おう。あいつは強力すぎる。ヒットアンドウェイ持ってんね。リップスラッシャー、ああ弾数だね。ちょっと節約していこう。規則性さえ分かればどれだけのスピードでも。行く機体が。ザンバスター狙えない。こっちの方がヒットポイントは高いのか。まあ、いずれにせよ当たんないからね。俺なりのやり方だ。
でやってやる。我々がここまで押されるとは。本艦の火力を見せつけてやる。それでもまだ戦争をしたいのか、あんたたちは。人間と全く変わらないね、ガミラスも。あれ、あと15機、14機、ちょっとヤマトでこいつを倒そう。届くよね。食感よーし、OK。 なんかあいつが動いたよ。ガミラス、こいつで勝負だ。 FCS、ミサイルを選択。この中を突っ込む。ターゲットを固定。仕上げはこいつだ。バカだ、そんなバカだ。よし、完璧だぜ。とりあえず新しい武器が追加されたね。あとは反撃で倒していこう。大丈夫でしょう。強いね、バリア持ちだからな。エネルギー上げとくかな、ヤマト。こいつ多分倒せるでしょう。うわ、バリアが貫いた。スラスターモジュール、こいつをまずぶっ倒すか。なんかある？ EX オーダーとか。特にだな。
アクションも今いくつあるの？あ、5あるのか今。マルチアクションやってみる。一斉射撃、これちょっと使ってみよう。いいね。三式融合弾とかもあるしね。ガミラス主砲三式弾装填。主砲1番2番三式弾装填。主砲1番2番三式弾装填完了。自動追尾始め。目標に照準合わせ。自動追尾よし、照準よし、撃て。いいわ、マジ強い。ただちょっと待ちでいいかな。狙えるやつを狙っていこう。メカブセラが届かない。ファイナルビームが届くかな。聞いて、私の胸の内、熱いわよ。ブレイラストビーム、行く、機体が。ベースマーがなぁ、あと2回しか打てないからなぁ。一応援護攻撃ありで行くか。防げると思うな。至急被害状況を確認しろ。相手の足を止めろ。あの主砲したら欠陥じゃね。下にしか打てねえし。こいつでぶち抜いてやる。エネルギー充填、当たれ。ザルツの誇りにかけて我々は負けられん。そう、援護攻撃がね、だいぶ攻撃力下がってるからな。多分半分っすね、デフォルトだと。トビアで倒すか。俺は戦争をやっているつもりはない。ベイビーデモンシング、よくもよくも。やっぱり俺たちテロン人なんだな、カートリッジ。まあ一戦車あ届かないし。マジで強いわ。戦艦が使えるっていうのはいいな。あと1体、こいつはリップサッシャで倒すか。切り裂け、リップサッシャ。
動砲を使用する。了解。艦首を目標へ向けます。はい、開きます。補水注入器作動。最終セーフティー解除。薬室内、タキオン粒子圧力上昇。ターゲットスコープ、オープン。艦首、軸線に乗った。対ショック、対先行防御。前衛クロスゲージ、零度20。照準固定。発射まで。3、2、1。波動砲、発射。
とりあえず新武器が手に入りましたね。劣化月光つむじ風陣雷劣化か。ただ劣化は P 兵器で接近用1から4だったっけ射程。どうしようかな。エネルギーを鍛えるべきか。てかさ、エネルギー回復中持ってんじゃん。ここら辺の機体性能がさっぱりチェックしてないかな。波動防壁とエネルギー回復中、分身、そんなもんか。 F91 エネルギーを30鍛えるか。じゃあ1万円。こいつもいつかなんかエネルギー使いそうだからな。クルーンガストも30くらい上げとくか。武器改造は1万2000円か。やっぱそれなりにかかるよね。主人公大きい弾数か。これが結構エネルギー使うんだよね。射程が長いからな。反撃に役立つからやっぱりエネルギー上げとこう。基本的に主人公機は鍛えておいて損はないと思うんで。なんか5段階改造でプラスアルファがあるとかそういうのはないのかな。5段階改造すると別になんか印ないからね。10段階までいかないとダメかな。ああ、あった。強化パーツ、スロット1。ああ、いいね。まずはじゃあ5段階改造を目指していくか。5段階改造までいくらすんだ。結構使ったよね。だいたい100、120万とか。そんなもんか。と言っても、強化パーツは、あ、スラスターモジュール。これつけよう。よし。あと弾数。弾数だからヒュッケバインにカトリッジも持たせるか。こんなもんですね。というところで、じゃあ第4話、木星戦線異常ありはこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。